6月4日です。えー、美容性という新しい言葉が出てきました。まだあパソコンで変換をしようとしましても、美容性と打ち出しますと、お美容整形という言葉が出てくるぐらい、えー、聞いたことのない言葉ですね。ジャイアンツの選手2人が、あだいぶ前に えー、新型コロナウイルスに感染をしていたその、まあ、痕跡というかそれを示す数値が出てきたので、えー、練習試合が中止になってしまったとすわ PCR 検査予選と、えー、プロ野球開幕がまた遅れるのか果たしてできるのかみたいな激震が走ったんですけれど今朝のラジオでもお話をしましたように えーまあ、だいぶ前によく分からないけどかかっていましたよということで、わず,わずかな数値のが上回っていたということから、安全を見て、えーまあ、中止になったということなんですね。で、えー、結果、今日改めて検査をしたところ、おその数値は下がっていてです、ねで、陰性であるということになったわけです。 日々の数字に一喜一憂しないようにしましょうというのはあ何度かお話をしております。東京都は東京アラートというので都庁をあるいはレインボーブリッジを真っ赤に染めましてですね、えー、小池知事はまたあ、ねえーまあ、危機としてと言っては失礼ですけれど危機感を煽りつつもですね頑張って。 いたわけですがそうですね、まあ、ステップ2に緩めたということと、それからあー東京アラートを出しているっていうブレーキとアクセルを両方踏んでいるのはどう,どう考えるべきなのかというところがあるわけですね。で、私はまあ医学の専門家ではありませんけれど、お 医療崩壊を防ぎながら経済も回していくということを考えるとですね、えーまあ、本当にどこが問題なのかというところを絞り込んでいって、でそうでないところはまあ注意はしつつ普通に回していこうということなんだろうと思います。で電車も まあ、かつてほど満員ではないのかもしれませんけれど、だいぶ人が乗るようになってきました。学校も動き始めましたので、働く人たちだけではなく、通学の人たちも電車に乗るようになってますよね。しかし、どこかの電車でクラスターが発生したという話は、まあ、追いかけにくい構造もありますけれども、聞いたことがありません。一方、医療機関におけるクラスターというのは、 残念ではありますが、一生懸命皆さんが頑張っている中で、どうしても起きやすいというところはあります。そして、一つ出たところで人数が多くなる傾向にあるというのも当然のことであります。じゃあ、今、東京都が二桁出ている何が問題なのかというのは、もうはっきり言って、 性風俗、あるいはそのギリギリのところにあるようなですね、まさに濃厚接触、まあ、濃厚接触で、まあ、皆さんそれぞれイメージされるところのは幅はあるのかもしれませんけれど、本当に近いところで、うん、はっきり言ってその中をするとかっていうようなことが、 おそらく感染を広げているのであろうということはもう分かっているわけですね。あんだけみんなパチンコ屋さんを叩きました。あしかし、どこかのパチンコ屋さんを中心にですね、多くの感染者が出たという話を聞,聞かないわけです。ですから、夜の店という言い方は非常にざっくりとしていますので、居酒屋さんであるとか、 カウンターバーで距離もあるようなところを一緒にするわけにはいかないと思います。うんまあ、はっきり言って、その、ちょっとエッチなお店ですよね。人のエッチな気持ちを刺激するようなあ、そういうことをサービスとして売りにしているところというのは危ないということ。それをはっきりしてですね。 そことそうでないところというのを分けませんかということを今、動き出した今週につくづく思います。仕事はもう動き始めていますこの流れをなかなか今度は止めるわけにはいきませんのでここだけはこれはだめだよそれ以外はまあ気をつけてやっていきましょうという春別をしませんか。